砂漠魔力で圧縮されてるらしいわ。へえ。出たな魔力。美味しそうな匂いが。おいやめろよ、そういうのフラグって言うんだぞ。もうなんだよ。あいつの体の一部ってことは水を貯める器官じゃねえの。この惑星は実に興味深いじゃないか。どうする、このままでは追いつかれるぞ。やはりどうやって帰るんだ俺たち。暑い。うるせえぞ、暑いって聞くと余計ここになれよ。二人とも喧嘩してるとお腹空いちゃいますよ。問題はそっちだな。最悪、これから遭遇した魔獣を食料にするしか。ロゼ、口を開けさせろ。無理やり食わせてやる。アリス助けて、こいつらに一線を越え。おい六号、この暑さで壊れたのか。そうですよ、悪ふざけはやめてください。忘れたのか、俺が悪事時にしましょうよ。もう割と後がないと思うんだけどな。それに俺とスノーって、町はまだ影も形も見えない。日中は暑さが厳しいため今なら多くも食える気してやると固く誓う。ロゼの様子がおかしい。ああ、それにしても腹が減った。めくられて嬉しい。うわ、見ていた。というかあの目つき、性欲が。だがグリムやスノーはともかく以上のことを。いいだろう、そろそろ私も限界だ。だが極限状態でも騙されていることぐらい。珍しいアイテムもつけてやる。横、それに責任も取ってもらえる。しかしこいつが。おい、マジかよ。そんなんだからお前はいつまで立っても下っ端なんだよ。だって弱って動く。こういうのはエロ担当で両親が痛まないスノーを先に。でもこれ以上。理解してます。そうだな、俺たちは同じ正体の仲間。この椅子、非常事態で別におかしなことじゃない。そうだ、ロバッチこいだ。とはいえ素直にいただかれるわけにはいかない。合意の上だ。そういうのも嫌いじゃないけどさ、むしろ大好物ではあるんだけど。それに隊長とは一度。そのままでいいですよ、前から思ってたんですが隊長っていい匂いしますから。わあ、なあちょっと来ねえ。え、殴り合いってなんだ、いきなり上級者プレイかよ。主人公できなくていいって言ったけど。確かに言ったけど、非常事態だから気に合ってる場合じゃないって。さっきと同じセリフなのに今は別の意味で動機が収まらねえよ。この戦いはきっと私たちが生まれる前から決められていた定め。グレイスはなんとかなりそうだな。悪行ポイントが大量に加算されます。久しぶりのお肉。戦闘キメラって恐ろしいな、こいつ本気に。針忘れてたぜ。昔のことなんて覚えてないさ。すげえな6号、先週ぐらいの出来事だぜ。そこでお願いしたい任務があります。これは本来トリスの任務の報酬と。そこでお二人には魔王軍が古代兵器を手に入れるのを阻止していただきたいのです。